E ダッシュ、E ダッシュ、1カンポ、2カンポ、ぐん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 出ていきます。さあ先行争いですが、ベラビロートですが、内をついては栄進サンドイッチ、真ん中からゴールデンチェリー、これも後衛アリスク、前3頭の形になるのか、内からはノボジャックの黒い帽子、あと外目を続いてはこの辺りにコミュニスターです。さらにはスルミ海軍も行きました。そこからワシントンからの真っ白になった馬体です。宮野勝利もこれに続きました。中段もこの辺り5頭固まって、少し離れたスーパーラカイはさらに今セントパークが続きました。少し離れてジェスターランド、さらに後方からマイナカーブを続いている。クリーディスペシャル、これも後衛馬、東洋レギュラー後方から攻めていく。さらにブロードラティーブ、武幸次郎は最後方からの定番になりました。大宮駅の向こう側は通過していく。6前3走の体勢です。1番のベルトの G3 のコート、エンジン3ドイツ、ゴールデンチェリーです。後衛2頭が先行する形になった。1番 G3 ドイツ、この前3走で後ろ向いてできてステイクス、後ろから攻めてくるのはもう最後の黒い帽子が時々前に迫ってきて400号を引き寄せました。前4走高得点、まだなかなか落ちないと。バシントから攻めていただけるか、ちょっとバックの差は詰まってこない。外から飛んできたブローダービール、外からブローダービール、オレンジの帽子が飛んできた。しかし前までまだ5、6馬身以上ある逆を通過した。先頭エンジン3ドイツ突き抜けた。2番手Welcome aboard the Black Pearl. Into Black Pearl.